大問一の問い一です。てんとう虫が方眼紙の上を歩いているとき、一秒ごとのてんとう虫の後ろ端の位置にペンで印をつけていったものが図一である。図中の黒丸の位置が一秒ごとの位置を示し。てんとう虫はこれらの黒丸を連ねる線上を歩き、歩きました。図中でゼロと記してある点を時刻零秒の位置とし。 5秒後10秒後15秒後20秒後の点の近くにその時間を記しました方眼紙の最小間隔は1ミリですなお点灯虫は矢印の向きに進み交代はしていない次の1,2に答えよという問題になっていました1番なんですが4秒から9秒までのこの点灯虫の平均の速さとして 最も適当なものはどれか次の「あ」から「く」の中から1つ選びその記号を書けという問題になっていました。まず4秒がここですけれども4秒から9秒までということはこの範囲になりますね。えー、この12345秒間の間にどれだけ進んだかというのを見ていけばいいという問題になっています。で今回マス目がありますけれどもマス目が1マス1ミリということなので。 中マスで1センチということは1センチそれから2センチ3センチ4センチ5センチ6センチ7センチとまあ3つぐらいに見えますがえ今回はですね斜めに少し曲がっていますからま7.5ぐらいで見ていきたいと思いますえでは今回は7.5センチ動いている これをかけた時間が5秒ですから5秒間に7.5センチなので1秒間に何センチ進んでいるかという秒速を出していきますすると、えー、5.1が5 5.525ですから1.5センチ毎秒というふうに出てきましたではこの中で今回の平均の速さとの答えとなるのはうというのが今回の答えです 2番の問題です。速さを増し続けているのはいつか、最も適当なものを次の A から O の中から一つ選び、その記号を書けという問題になっていました。速さが増し続けているのはどこかということですけども、速さが速くなるとこの点の間隔は広くなります。また速さが遅いときには点の間隔が短くなるという特徴がありますから、 どんどん点の間隔が広がっていっている速さが増し続けている部分というのを見つけなさいという問題になっていましたまずアのところから見ていきますが0から4までなのでアのところはここですねこちらがアの部分になります確かにこの部分ではしっかりと速さが増していっている様子が見て取れます続けてイは5秒から8秒ということになっていますから イに当たるのは5秒から8秒まで5、6、7、8ここまでですねこちらなんですけれども見た感じでは等間隔なのでほとんどスピードは変わっていないように見受けられますウのところでは7秒から11秒ということなので7秒はここですねこの7秒から11秒までということになっています 7秒から11秒はこの間隔になるんですけれども7秒から11秒の方はこれはスピードが落ちてきているという感じですね。間隔が少しずつ狭くなってきているという感じになっています。これが「う」。そして「え」のところは10秒から16秒。10秒から16秒となるとこの10秒のところから16秒ここまでですね。 この10秒から16秒の間なんですけれどもこちらも少しずつ間隔が狭まってきているあるいはほぼ一緒という感じになっていますからこれもスピードが上がっているという感じではありません。最後に14秒から20秒ですから14秒から20秒これはもう明らかにスピードが遅くなってきているというふうに見ることができますので確実にスピードが上がってきている少しずつ間隔が広がってきているのは ああということになりました 2> 問い二ですハムスターが走る速さを測るために図二のようにハムスターに回転車の中を走らせた、えー、回転車が10回転するたびに測定開始からの時間を自動的に記録させました表はこの測定結果です測定開始を0秒とする 例えば10回転目までの時間は測定開始から22秒経過しており50回転目までの時間は測定開始から60秒経過していることを示しています。ハムスターは一定方向に円周に沿って回転車の内側を走り回転車が1回転するごとにハムスターは回転車の内側の円周の距離を走ったものとする次の1,2に答えをとなっていました。1番は100 回転する間に100回転する間にハムスターは何メートル走ったかということになっていますが、えー、ここでは問題の中に1回転25センチと、えー、内側の円周の距離25センチとすると、えー、ハムスターが1回転した時25センチ走ってるとしますよということが書いてありますからであれば、えー、25センチで100回転ですからこれを100回回りましたよということになっていました。 そうすると二千五百センチと出てきました。えセンチをメートルにあとは変えればいいわけですから、では二十五メートルというのが今回ハムスターが走った距離ということになります。二番です。十回転ごとの平均の速さが一番速かったとき、その速さは何センチ毎秒かという問題になっていました。 同じ10回転をするのに何秒かかっているかというので測っていきたいと思います。例えば最初の10回転ですけどこちらは22秒かけて回転をしていると。では次の10回転は22と34のこの差を見ればいいので12秒。えー、次は10秒。えー、それから今度は8秒ですね。また8秒です。次が7秒。 えー、そして次がもっと速くなってきました、ね、6秒さらに次が、えー、5秒ですねそしてその次また10秒になって最後は88から150ということですから62秒もかかっていますということはこの中で一番スピードが速かったのは5秒間で10回転をしたということですからこの部分ということになりましたでは えー、平均の速さ,、えー速さですねえー、を求めなさいという問題になっていますので円周の距離2 5センチでしたから2 5センチかけるの、えー、今回10回転ですから10そして5秒間でいっていますから1秒間にいくつかということで5秒で割ってあげればいいということになります。すると5分の 二百五十ですから。五十センチ。毎秒というのが出てきました。なので、今回の答えは五十センチ毎秒でいいかと思います。はい、では三番の問題です。土井さん。図二の回転車の回転軸には。円周零点零六メートルの円筒が。 回転車と一緒に回転するように取り付けてありますこの円筒から長さ0.1ニュートンの重りを糸で吊るしましたハムスターが走って回転車を回すと糸が円筒に巻きつき糸が重りを引き上げますある20秒間にハムスターは円筒を10回転させ重りは一定の速さで引き上げられましたこの時重りに対して行ったハムスターの仕事率はいくらかという問題になっています でまず今回の問題を解くためには2つの三角形をイメージしなければいけないんですけれどもまず一つはジュールこれはワットかけるの秒で求めることができるものです、えー、そしてこのジュールなんですけれども別の求め方でよいしょジュールはニュートンかけるメートルでも求めることができます 今回は最終的に仕事率ということなのでこちらワットを求めていくという問題になっていましたではまずは右側の三角形から使っていきましょうえ円周0 0 6ルの円筒これが10回転したと書いてありますから、えー、今回移動しているのは0 0 6るの1 0つまり 0.6メートル動いているということになります、えー、重さの方ですけどもこれは0.1ニュートンと書いてありました、えー、0.1ニュートンですからということはジュールはいくつかということになると0.1ニュートンかける0 6メートルでありますから0.06ジュールというふうになりますでこのジュールはこちらの 左側のジュールとも同じですから、0.06ジュールと整理がつきました。さあ、今度はかかった時間の方ですけれども、時間はですね、今回は20秒間でということになっています。であれば、今回の目的、ワットのところですけれども、仕事率は20分の0.06、これを計算するということになります。 えー、そうすると、えー、20分の0.06でありますから、えー、2020が2つで上に6そして、えー、下の方2で割って10002で割って3ですから 0.003W というふうに出てきました。ではこれが今回の仕事率ってことなので。 今回の答えに適しているのは「う」ワットということになります。